北海道中央バスエベツ営業所。北海道中央バスエベツ営業所は、北海道中央バス、中央バスが、北海道エベツ市向かいが丘13-8に設置する、札幌事業部に属する営業所である、事務所内に乗車券発売窓口を設置する。1943年、昭和18年3月1日の北海道における、旅客自動車運輸事業統合要項。 いわゆる戦時統合による北海道中央乗り合い自動車発足時に江別駅前に設置されたが1955年昭和30年11月28日に当別営業所へ統合廃止となった1961年昭和36年7月5日に当別営業所江別出張所として再開設1964年 昭和39年12月1日に乗り場を併設した施設へ新築移転。1967年昭和42年3月1日より江別営業所となった。施設の老朽化などのため2007年平成19年11月11日に車庫近くの現在地に移転し、江別ターミナルは閉鎖となった。2003年 平成15年4月1日より全路線の運行管理を札幌第一観光バスへ委託する。江別市内を通る路線全般を担当。大営業所が主担当の路線を運行する場合や、下記路線を大営業所が運行する場合がある。高速、のっぽろに停車する高速バスについては、のっぽろバスストップから担当営業所記事を参照。2018年、 平成30年10月1日、江別市地域公共交通活性化協議会によるバス路線再編計画に伴い、各路線で競合解消や効率化が行われた。以下、再編計画と記す部分は、実施日の2018年、平成30年10月1日を示す。再編計画により、飛鳥カ山公園経由から、江別市立病院経由に変更し、 通院利便を図る。55は2008年、平成20年4月1日より5系統の、新札幌駅を19時台後半以降に出発する、便を、江別市立病院止まりとした系統。同年12月1日より本運行を開始した、ミッドナイトバス、金曜日のみ、再編計画により廃止。六十は、再編計画で六の団地別駅前から、 元江別市営住宅3番通り5丁目、厚別西4条6丁目から新札幌駅の、あけぼの団地江別駅前間を廃止、同区間の市内移動を、江別2番通線、新札幌方面への移動を、夕張鉄道、夕鉄バスに集約。人口が増加する新栄大経由とし、系統番号を変更。札幌市交通局、札幌市営地下鉄との連絡入。 乗り継ぎ割引は、札幌市内となる、厚別北三条5丁目から適用、新札幌駅、新札幌バスターミナルが乗り継ぎ指定停留所、駅となる。乗り継ぎ割引に関する概要は、北海道中央バス運賃形態、札幌市営地下鉄乗り継ぎ割引を参照。A と B は、西木町先回り、C と D は、湯川公園先回り。区間備があり。 再編計画により、江別西北町線と江別四番通線を統合し、新設。2008年、平成20年4月1日、江別南線廃止の代替として、紅用中学校経由を新設。再編計画までに20、21、23対馬、西町発着系統と紅用中学校経由を廃止。24は、 再編計画による、江別4番通線廃止により新設された、のっぽろ高校経由に充てられた。大麻11丁目大麻駅前間は、JR 北海道バス空地線と競合するが、江別市立病院通院利便を考慮し経路変更は行わない。旧当別営業所担当路線を含む、1993年、平成5年12月15日廃止。 札幌第一観光バスに移管された。その後2005年、平成17年4月1日に、札幌第一観光バスも撤退し、下段モータースが運行を開始。下段モータースの運行も2016年、平成28年3月31日をもって廃止となった。石狩川を挟んだ、東別川は、戦前に廃止された高等軌道跡にほぼ沿っていた。 中央バス運行当初は、東別営業所管轄であった。札幌第一観光バスでの運行開始当初も、東別営業所が管轄したが、廃止により、江別営業所の管轄に変更された。1994年、平成6年4月1日廃止。かつては、札幌から空地方面への各特急バス路線に、江別経由便が存在しており、これらの便も、 同区間を経由していた。2003年、平成15年3月1日に JR 北海道バスが空地線の江別駅前岩見沢駅前を廃止したため、以降江別ターミナル、江別駅前滅井駅前間には、路線バスが一切設定されていない。1999年、平成11年12月1日廃止。南7000円の南幌町駅は高速有馬ば号。 高速栗山号が停留所を増設。南六線までの江別市域は、江別南線として運行され、のっぽろ駅前、発着系統が新設された。その後江別南線も2008年、平成20年4月1日に廃止され、一部区間は、江別2番通線の経路変更で代替された。現在も運行される有鉄バスの新札幌江別、南幌線は、 北海道道線56号江別長沼線を経由するのに対し、南ポロ線は国道337号経由で運行されていた。一時は、薩光線や南岩線、南ポロ栗沢駅前、岩見沢ターミナルとの直通系統も設定されていた。なお、南岩線は2005年、平成17年4月1日の改正で廃止されている。 北海道中央バス岩見沢営業所さん。2000年、平成12年4月1日廃止。休校日も設定されていた。1999年、平成11年7月21日より、同年11月30日までの予定で、試験運行を開始。同年12月1日以降も継続運行され、首都世紀前増設などが行われたが2002年。 平成14年4月1日に廃止された。2004年、平成16年12月1日廃止。札津線と異なり、江別市中心部、2番通を東西に抜けていた。2008年、平成20年4月1日廃止。2008年、平成20年4月1日に、高砂線、江別駅前引く三原市大高高砂駅前及び、江別3番通線。 江別駅前3番通のっぽろ駅前を廃止、統合の上新設。同年12月1日、江別4番通線高佐護駅前、発着系統廃止の代替路線として11を新設し、袋を全便のっぽろ駅前始発に変更。2014年12月1日より、のっぽろ駅前を、のっぽろ駅北口に改称し路上から、駅前広場内に停留所を移転。 さらに1.15を往復は奇襲点をのっぽろ駅北口に統一。再編計画により、のっぽろ三原市内線へ統合廃止。2000年平成12年12月1日にのっぽろで運行を打ち切らない循環系統として新設されたが、2008年平成20年4月1日に循環系統を廃止し一部便を江別市立病院発着に短縮した。 同日には一部便を高砂駅前まで延長したが、同年12月1日に廃止され代替として、江別西区町線を新設、袋を全便のポロ駅前始発に変更した。なお同日より45番で深夜バス、袋金曜日のみの試験運行をはじめ、後に継続運行へ至ったものの最終的には数年で廃止となっている。 2014年12月1日より、のっぽろ駅前を、のっぽろ駅北口に、会場の上、路上にあった、停留所、駅前広場の営店。再編計画により、のっぽろ三原市内線へ、統合廃止、移転前の営業所構内、23カ所の乗降所と、待合室、発見窓口が設けられていた。2007年、平成19年11月11日の、 営業所移転を前に乗り場が先行して閉鎖され、各路線路上停留所発着となった。移転後の同年12月1日ダイヤ改正をもって、江別駅前停留所に統合されている。入試の津バスと下段モータースは、中央バス及び札幌第一観光バスの廃止代替バスで、引き続きターミナルに発着していたが、下段モータースの停留所名は、江別駅前となっていた。 2008年、平成20年4月1日より、すべての路線が、江別駅の前の停留所から発車するよう、変更されている。北海道中央乗り合い自動車発足時は、厚田郡厚田村に、厚田営業所が設置され、1950年、昭和25年9月13日に、石狩郡東別町ふとびへ移太美ふとび営業所となった。1955年、 昭和30年11月28日に、東別町中心部へ移転し、旧、江別営業所を統合の上で、東別営業所となった。1967年、昭和42年11月21日には、東別町下川通り118に乗り場併設の、施設を新築し渡る。1973年、昭和48年2月1日には、江別営業所へ統合となり、 エベツ営業所当別ターミナルに組織変更された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。